信州の山から生まれる清冽な流れはやがて海へと注ぎます。海のない長野県もさまざまな形で海とつながっています。この番組は長野県と海を結ぶ活動をご紹介します。多くの人からカメラを向けられている海を背にした3組の家族。18トリソミーという染色体の病気で生まれつきの重い症状を抱える子どもたちとその家族の皆さんです。ここは新潟県糸魚川市の親不知海岸。呼吸器なども必要なため普段はなかなか遠出のできない子どもたちのために県立子ども病院の医師や看護師、18トリソミーで子どもを亡くした家族の会の皆さん、看病で忙しい家族にボランティアによって休暇旅行を提供しようというグループなど、多くの人たちの協力で長野県からの海への旅が実現しました。海と日本プロジェクトの長野県実行委員会も支援しています。ぜひ海っていうところにやっぱりキーワードで連れていけたらなって、一緒に遊べたらなっていうふうに思いました。この企画のおかげで今バスの中もそうなんですけど、少しゆっくり話ができて、これからもゆっくりと話ができればと思っています。病院の先生に抱かれて海の水に足を浸してもらいました。高い波と潮風、ひんやりとした水の感触、みんなが思いっきり海を感じたひとときでした。翌日、一行は富山県魚津市の水族館を訪ねました。元気に泳ぐ魚たちを共に見つめる親子、車椅子の子どもたちもトンネルのある水槽で海の世界を眺めます。今回でもこうまとまってですね、みんな同じような子たちと運動できてすごい楽しかったです。はい、とても楽しく貴重な機会となった海への旅。多くの人の協力がたくさんの思い出を作ってくれました。海と日本。